気の高い真田丸は避け、城内を狙え。大手門と玉造門から侵入し、城を制圧せよ。父上のもちろん、将軍の俺が敗走しても、こいつは負けだ。皆の者、奮起せよ。真田丸で戦っておる味方が苦戦しておるな。敵将討ち取ったり。よし、城に入ることができた。皇族の味方のため城内をくまなく調べよう。引かせてもらうわ。敵将討ち取ってる。慎重に勝負いたせ。ごめんなさい。クラッチモノは皆の弓から逃れられません。敵将討ち取ったり。おかげで助かった。俺は引き続き真田丸の相手をしていよう。クラッチモノ、イナが成敗いたしました。
臣秀頼、あなたを討ち乱世に決着を。前にまんまと騙されるとは。時は稼ぎたから。雪村様、足止め完了です。よくやってくれた。火を放ち、城内の敵を一掃する。エモン。このままでは炎に包まれるぞ。城に火を放つという冷酷の策を使う。それほど勝ちたいのか。ごめんなさい。だが私も負けるわけにはいかない。城内の味方を救援する。何？大阪城が炎上している。城内にはまだ味方がいたはず。救援するぞ。お兄さん残念。我を見つけていれば被害も減ったのに。肝心の秀吉は一体どこ。忍びを使って岩所を探らせ。門はまだ閉まっているか。突撃し押し開けるのだ。開門。将軍様がむやみに前線に出ちゃうなんて。お命いただき。徳川秀忠がすぐ近くに。この好機逃さぬぞ。開門。城内の味方は救援できた。速やかに城から脱出する。でも逃げ切り、再起を図る。
らせなければ。敗北条件変更。トヨタはただ死んでいった皆すまん。秀頼様が撃たれた。もはや豊臣はこれまで。だが私の闘志は魂は燃え尽きていない。徳川の主力は将軍の守備に追われている。この隙に家康公を撃つ。大阪城の人たちは私が守る。将軍秀忠、覚悟。その道行きに不祥の弟より最後のご挨拶申し上げる。勝ちもください。まったく、お前は本当に困った弟だ。そして本当に誇れる弟だ。行くぞ。信行さん、雪村がついに帰ってきたな。はい、信行様。